じゃあ続いていきましょう。こちらシルネームシアさんです。ありがとうございます。私の両親は弱い50半ばを過ぎてもカルビやステーキを平らげる健康体で素晴らしいつってもあんまり俺年変わんねえんだよ。俺もそうだ、ね、先日父が牛タンを食べたいと言ったらしく、いいじゃない、幼なじみの神戸牛専門店で牛タンをブロック、おいおいおい、とんでもねえな、ほぼ下の形のままで購入して後日届くそうです。すごいよそれは。二人は過去に高額お取り寄せなどしたことありますか。つか舌をさ、タンをさ、大変だよ捌くの。だって皮も剥かなきゃいけないじゃん。そうそう、皮も剥かなきゃいけないのと、うん、そのタンの、あの熟成の うん、させてたりすると、うん、釣って熟成させたりするんですよ、はいはい、そうするとタン元の方にすごい、うん、あの厚な肉の部分が残ってたりするから、うん、それのバランスよくさばいたりするの結構大変ですよでもタンがあれで頼んじゃったらしいですよ。ブロックでは俺もなんかノリで一回なんかみんなの前でさばいたぐらいしかないですね、うん、なんかで、タン先とタン元でやっぱ味が違うから、うんね、違うしね、あの切り方も変わるじゃないですか。そうそうそう、その楽しみ方とかはあったし、うん、プロはだってタンの根元の部分の一番美味しいと言われるタン元の部分 も切って、あそこって太い血管が走ってるんですよ、うん、その血管も取り除きますから、ね、ここ使えないですみたいな、うん、全然使えばいいのに、おいしそうだから捨てちゃもったいないよと思うところも外しますからね、プロは、うん、でもだから違うんでしょうね、そのまま食うのとはね。そうそう、であれもったいないですよって言ったら、うん、あ大丈夫です、あとでそれはちゃんと切ってシューとかするんですよ、うん、あそういう使い方もあんだみたいな、うん、いやほら某ね有名なタンを推してるお店とかだと、はいはい、店入った瞬間に飾ってあったりするじゃないですか、はいはいはい、そうだからそう、でもすごいですね、神戸牛専門店の牛タン、いやすげえ高いんじゃない、つか神戸牛の牛タンなんか見たことないよ。多分サシはめっちゃ入ってんでしょうね。だって牛タンって大体海外じゃないですか。まあそうですね、うん、オーズイとか、うん、オーズイ多いですよね。神戸牛専門店の牛タンをブロックですよ、ほぼ1本ですよ。いやそれはでも親孝行じゃない、パパが食べたいって言うから買ったわけなんでしょう。いや多分父が買ったんです。パパ己で買ったんかい。己で買ったじゃあパパにさばいてもらう己がやりなさいっつってね、なんかもうこんだけあったら俺ゆでタンも好きだから、はいはい、でもタン専門店っつったらどっちかっつったらゆでタンがうまい店、まずねわさびでね、お出汁とね、あれね、あそこのね、行きましたね昔、行ったね行ったね、予約ができないから並ぶしかないっつって、そうね、今日客少ないっすよってみんなで並ぶってよしやり行きましたよ、ね、そうですよ、もうゆでタン食いてえな最近食ってないでしょ全然食ってない。俺もそうなんだよ、あの出汁でね、あれうまいっすよね、めっちゃうまい。実は俺焼肉の牛タンよりもゆでタンの方が好きだもん。ああそう、うん、ゆでタン食いたいな、あそこのゆでタンうまかったんだよ。いいか行きましょう、今度行くか、行きましょう、ちょっとあのスタジオ久しぶりに、そうなくなっちゃったから、うん、あっこのスタジオが。でもあの裏にはまだあるからさ。あそうかそうか、そうゆでタン食えるよそうかそうかゆでタン食いたいな、ありがとう、俺たちにゆでタンを思い出させてくれてはい、シアさんでした、ありがとうございました、はい、じゃあ続いて力ね、これだ、響さん、いただきます。あいいと、テレミさん、ソンさん、こんばんは。私が好きな肉は馬肉です、うん、友人も馬肉が好きなのですが、うん、ある居酒屋さんで馬刺しがとても美味しかったから定期的に頼んでいました、うん、頼んでいたらお店の方からすいません、本日分の馬刺しがなくなりましたおと言われたこともあります、うん、また最近はそこそこお金も稼げるようになったので馬肉を熊本からお取り寄せして楽しむこともあります、うん、素晴らしい、うん、馬肉沼恐ろしいですが最高です、うん、熊本馬刺し、馬刺し .com さんというのがおすすめらしいです。あ、まあ熊本そうですよね。あのね、私ね、いとこがね、いとこというか、まあ母親の妹のご主人が、はい、あの熊本出身なんで、はい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 、そう、たまにね馬刺し送っていただいたり。いやでも馬刺しはうまいよ。でもやっぱさ、昔はさ三種盛りとか言ってさ、赤身とトロとたてがみとかでしょ。そうね、ふたごえ、たてがみ、そうなんですよね。もうね、もう今ふた、あの、たてがみいらないんですよ。あ、昔はね、油がないからたてがみと赤身を一緒に食ってたんですよね、うんうん、今は赤身だけでいいんです。あ、もう取れちゃう、逆にそうなんです。いやでもたてがみと赤身一緒に食う、あの食い方俺好きなんですよね、うん、だったらもう最初から乗ってるところでいいじゃないですか、うん、油がね、 なんかそのひと手間が好きです。あ、わかりますわかります。でも馬刺し美味しい、馬美味しいよね。だってね、レバ刺しも今牛は食べれないけど、うん、馬のレバ刺しはねまだ食べれますよ、ね、そうそう、ユッケもそうじゃん。そう、うん、結構あの馬のレバーって癖があって、歯ごたえがでも最初の人たち目がコリッてするじゃないですか、うん、あれ結構好きなんですよね俺。いやいいっすね、なんか味もだいぶ個性が強いけど、うん、酒飲みはあれ好きなんですよね。好きですね、馬のレバーは。そう、あと結構もう馬もね鹿も好きだしね、
なんか、あ、はいはいはい、そう、何でもいいですよ、もう全部好き。いいね、あ、ここね、じゃあ教えていただいたということで、はい、熊本馬刺し .com すごい名前ですねでもこれがお刺身が届くんでしょ、まあ、お刺身冷凍で届くんじゃないですか、解凍してでしょ。でもちなみにオレンジの冷凍庫は馬刺し常に入ってますよ。常に入ってます。なるほど。あの近所のスーパーとかの冷凍の馬刺し売ってたりするんで、うん、はいはいはい、それも入れといて、うん、なんかちょっと食べたいなって時に、うん、あのお風呂入る前に解凍流水解凍してかましといて、はい、薄いからすぐ解凍できるんですよ、はいはい、で出てきた時も一日に冷てえけど、まあ、そらそれでっつって、あのちょっとシャリッと、ね、そうそうそう、それはそれでっつって、うん、ルイベみたいなね、そうそう、あれあれで好き嫌いじゃないあとじゃあ一回ちょっと食べ比べて、はいはい、うん、これは美味しいでしょう、うん、このいいですね、素晴らしい。